今日も不安定な天気となりましたが、明日もにわか雨や雷雨が心配ですね。そうですね、今日以上に雷雨のエリアが広がりそうです、はい、その点が要注意です、はい、では落雷発生確率で確認しましょう、はい、まず今日の落雷発生確率がこちらになります、東北から、関東北部にかけてが、高め、特に東北が高い状況でした。これが明日になるとこのように変わります。よく見てくださいね、はいはい、この通り東北は引き続き明日も高いんですが、関東、北部だけではなく南部も明日は落雷発生確率が、高くなるということが特徴的です、はい、ですから明日は関東に関して言えば北部だけではなく南部も要注意ということが言えそうです。はい、ここエリアも広がりそうですが時間も変わりそうですか。そうですね、はい、例えば関東今日北部は暗くなってから、はい、かなり激しくなりましたけども、明日はどちらかというと明るい時間帯、東京都心とかでも早ければ昼過ぎ、2時とか3時とかそのぐらいになるかと思うんですけども、はい、場合によってはもうちょっと遅い時間帯まで長引くということもあるかもしれません、いずれにしましても状況によってはお帰りの時間とかにも影響が出る恐れがありますので、その点もちょっと注意が必要でしょうね、あと落雷なども、激しくなる恐れがあります、はい、そうしますと、停電の発生の恐れもありますからね、そういった場合の備えも忘れないようにしていただきたいと思います。わかりました、はい、アプリウェザーニュースからも最新情報を確認することができます。ぜひご活用ください。